どうも、フランチェスコ・トッティです。改めまして、レオンです。どうも。かっこいいでしょ、これ。こっちの方がいいかもしれない。これはね、フランチェスコ・トッティのラストシーズンですね。引退記念スペシャルの、ローマのユニフォームなんですよ。で、ワンショーもなんか特別なんですよ。別に何も出てるんですよ。すごいでしょ。で、シーズンはラストイヤーなんだ。バチついてろ。16、17シーズン。で、トッティが引退したのかな、感動のスピーチをしながらね。いいよね、これ。かっこいいよ。で、なんか、この首のところの後ろもね、なんか腫れてるんですよ。なんか、チアーもかなんか、ありがとうみたいな感じなのかな、わからへんけど、俺。イタリア語が。あれ、かっこよくない？高いんですよ、これ。3万か4万しましたよ。俺ね、ユニフォームは何個か、こう、集めてるわけじゃない。これ、わけじゃない。一応、オーセンティックですね。その2000でええと思うよ。レプリカでも全然いいんやけど、全然いいんやけど、よいしょ。ユニフォームをね、結構俺コレクションしてて、こうしたのかな、こうしたのかな、ね、コレクションしてて、はい。で、まあこれからね、おいおいいろんなユニフォームを紹介していくんですけど、まあ、ローマといえばね、トッティでしょ。俺ね、ローマで、で、俺ね、ユニフォームって、何ですかね。これもちろん、現役の、そのシーズンで、トッティがいたから、マーキングしてもらってるじゃないですか。で、そうじゃない時もあって、例えば、今シーズンのユニフォームだけども、大学の過去のね、引退した人のマーキングしてもらう時もあるんですよ。うん。まあ、そういう、ちょっとユニークな買い方もしてるんですけど、これはもう現役のトッティで、ローマはね、まあ、トッティ以外にもデロッシが欲しいんですね。でもデロッシ持ってないんですよ。持ってないって言い方も変なんだけど、買おうと思ったら買えたんですけど、なんかね、やっぱね、デロッシだから欲しいっていうのはおかしいでしょ。やっぱなんかその、ローマのユニフォームに愛着がないとダメでしょ。そのかっこいいユニフォームとかね。うん。で、まだなんか、かっこいいなと思うユニフォームあんまなくて、ローマってね、ずっとこの、何？ワイン色っていうの、ワインレッドとか。で、かっこいいんですけど、なんかね、これっていうのが俺あんまなくて、やっぱ直感なんで、こういうのって。うん。また、いいやつがあったらそれにデロッシーをプリントして買おうかなと思ってるんですよ。ちなみにね、来シーズンのローマね、まあ好きな人は好きなんかな。俺、襟付きの、ユニフォームってあんま好きじゃないんですよ。まあ嫌いでもないんですけど。あと、ボタン付きね。来シーズン確かローマボタン付きなんですよ。ボタンはちょっと苦手なんで、ユニフォームで、ね、はい、またおしゃれなやつが出たらそれにデロッシュをつけて、マーキングして買おうかなと思ってます。はい、まあ、そんな感じでね、今回は、ローマのプリンチペ、フランチェスコ・トッティ。なんかこれあれやね、この時は胸のスポンサーがついてない時やってね。なんかね、シーズン開幕してすぐ買うとね、胸のスポンサーついてないことが結構多いんですよ。まあ、ビッグラブは少ないんだな。ローマはこの年は、胸スポンサーがない年だったかな。なんかね、まちまちなんですよ、その辺がね。もうわからんのですよ。スポンサーがついてるときついてるとき。いう感じで。はい。ローマのトッティでした。